皆さんこんにちは。スピリチュアルカウンセラーの片山たづこです。今日は久しぶりにですね、 YouTube 内で皆様からいただいたメールの中から1通採用させていただいて、 YouTube 内で相談を受けていきたいと思います。ではこれから YouTube 内での相談に移りたいと思います。まず YouTube 内で相談を受ける内容を読ませていただきます。メールでいただいた内容です。はじめまして、 YouTube 相談希望です。私がこの世から去る日の動画を拝見し、タズさんに悩みのメールを送ろうと決心がつきました。私は YY51歳です。悩み事は私の息子の小学6年生のことです。彼は3月生まれで、卒業式を迎えてからやっと12歳になります。私は彼の卒業式におめでとうと心から言いたいです。でも言えそうになくてとても不安です。彼は早生まれのため、周りの子についていくのがとても大変でした。私はできる限り自宅でフォローしてきました。彼が小学2年生の9月に、彼が言いました。周りの子はどうして勉強していないのに僕だけするのと。その日から彼は全てのことを放り投げた生活になりました。みるみるうちに学校の成績は下がり、0点もあり、生活のルールも学習もせず、数年前から彼は誰かが僕の耳元で何かを言っている、夜誰かが僕の部屋にいて寝られないしとっても怖いと真面目な顔をして私に話しました。彼の枕元には自分を守るためなんでしょうか、おもちゃのピストルが枕の下に入っていました。私は断るごとに何度も彼と話し合いをしました。学校や役所にも相談したことがあります。私もとても悩み、彼に当たったこともありました。先日彼は私に言いました。僕は1年生からずっといじめられていて、みんなに知らん顔されている、だから学校がつまらないんだと。小学3年生の時に医療機関へも行きました。 IQ 検査をして下が73、上が83、80がボーダーラインらしく、養護学校でも普通の学校でも選べるグレーゾーンです。でも彼は英語が話せます。おそらく英検2級くらいの英会話はできます。僕はアメリカの自衛隊に入って戦車を整備する仕事をしたい、たとえ戦地へ行って流れ弾に当たって死んでもいい、でも僕は将来生きれるかどうかすごく心配なんだと彼は話しました。彼は日本が嫌いだと言います。彼が死についてそのように語ったことに私は言葉が詰まりました。私は彼が流れ弾に当たることは望んでいません。タスさんが動画で話されていたように、彼が人生の最後を迎えた時に幸せだったと思えるようになってほしいと思うのです。どうぞ息子が物事を前向きに捉えることができるようにお力を貸していただきたく思います。もし息子に霊が憑依していた場合、お祓いを希望いたします。 YouTube の感想です。私は今年に入ってタスさんの動画に出会いました。タスさんのまっすぐな心と目、太陽の笑顔と力は本物だと思います。動画は人生の教科書のような内容で毎回うなずけます。とってもありがたいです。また私の今の学びについての動画はただただ涙が溢れてきます。それもまたとてもありがたいと思っています。そしてタスさんの手を振る仕草もとっても可愛らしく、なぜか私は毎回うなずいてしまっています。近い将来イベントにもぜひ参加をしてみたいです。これからも毎日応援させていただきます。タスさん、スタッフの方々、お体に気をつけて無理せずお過ごしくださいませ。バイバイより。結構ね、長い内容だったんですが、それでもですね、今回 YouTube のね、相談を本当にたくさんのメールが届いたんですね。もっと長いです。そして登場人物がものすごい出てくるんですね。で、写真もたくさん送られてきます。どれが原因なのかって
もうご両親、ご先祖様、家、土地、車、ペット、ものすごいです。で、それに関わる会社のメンバーが出てきたりとか、以前にもお話ししたんですが、できるだけ一つの内容に対して、本当に登場人物は一人で、今回ご相談を受けようと思っておりますので、いろんな思いが込み上げてきますよね。今まで誰にも言えなかったこととか、誰かに聞いたとしても全然解決しなかったことをね、私という人に出会って、はあ、もうどうにかしてもらいたいと、この YouTube 内でご相談される気持ちもよくわかります。でも人生のすごい状態をこの YouTube 内で全てを解決しようということ自体が、私はもちろん採用した方は精一杯やらせていただきます。でもあまりにも深い複雑な内容に関しては、ぜひ時を待ってスピリチュアルカウンセリングをどうか受けてください。そしてある内容ではね、ご自身のお子さんが心を病んで自殺未遂をしましたと、分かります、とっても苦しいことは、うちの子供を救ってくださいと、この YouTube のメールで直接お会いしないで、お子さんがそこまで病んでいらっしゃるのに YouTube の中だけで解決しようということ自体が、本当にそうだと思いますか？厳しく聞こえるかもしれません。本当に切羽詰まって藁をもつかむ思いだということも十分わかります。でも本当にご自身のお子さんが死にたいとなってて自殺未遂をしました、そのお子さんの内容をどうにか私にね、会ってタフさんに相談させてくださいと、そういうことにならないのかなと思ってしまうんですよね。もちろん料金は高いかもしれない、でもこのメール鑑定でどうか子供を救ってくださいと、もっと深いことがあるからお子さんはそのようなことになってるんですよ。本当にこのメール鑑定だけでいきなり感情が変わると思いますか？私はいくらでもヒントもいくらでもアドバイスもします。何かその私にお送りする内容が、本当に内容も吟味した上でどうかお送りください。一人の親として私が自分の子供がそうだったら、どうにかあってでもどうにか相談したいと私は思うだろうし、なんか安易にね、相談ここでメールをすれば全部解決すると思わないでください。応援してますからね。では鑑定に移っていきましょう。いつものように例がね、実際に本当に憑依している可能性があるので、袈裟をつけて実際に鑑定に移っていきたいと思います。いつものように私は鑑定をするときに、この YouTube が始まる前に鑑定をして、もう答え分かってますっていう状態ではなく、この YouTube 内、ここでたった今本当に写真から霊視をして、本当にどういうことが起きているのか見させていただきます。なので私もどういう結果を私が言い出すとかもまだ全然分かってません。では見ていきましょう。まずね、見る対象者は、今メールの中にもありました息子さんに霊視をしてつながっていこうと思います。私の体質を皆さんもだいぶご存知かと思いますが、初めての方はびっくりしたかもしれませんが、私は霊がついていたりとか、ネガティブだったりとか、魂が抜けてたりとか、とにかくマイナス要因になっている場合は、今みたいに急に霊視を始めた時に急に声が変わり始めます。霊がついています。何がついているのか見ますね。で、息子さんがどういう状態なのか、精神的に自律神経が乱れて病んでいらっしゃらないのか、それは医者としての視点ではなく、スピリチュアルの視点で私が見えるままお伝えします。まず見えたことからどんどん言っていきますね。魂が
ほぼないです。魂が 0.002% しかないです。そうすると覇気がなくなってきます。さらには彼には霊がついています。亡くなっている人、不浄物霊、病気で亡くなった人、事故で亡くなった人21人、そして自ら命を絶った人が14人です。全部で35人がお子さんの体の中に入っています。そしてこのお子さんが後でお部屋も見るんですが、あの部屋にね、あの人が見えるとか霊がいるとか、だから僕は怖いんだっていうことをお母様に話をしている内容がありましたね。で、彼の霊感を見たんですが、彼はとても霊感が高いです。霊感が高くて、その霊感の中でもただ感じる力ではなくて、霊を見る力があります。よくお子さんは霊が見えるお子さんがとても多いです。そして大人になって見えなくなっていく人が結構大半なんですが、今このお子さんは実際に霊が見える体質になっているので、霊感がとても高いです。なのでお部屋にいれば見えると思います。どのぐらいネガティブになっているのか、精神状態が大丈夫なのか、ちょっと見ていきますね。心の状態とかも何を思ってるかというよりも今の状態を見ていったんですが、まずとってもネガティブですね。とてもネガティブに思考が動いていってしまってます。そしてポジティブな感情が全然全く動かないようになってるんですけど、この状態でうつ状態になる人ってとっても多いんですね。でもうつ状態に、精神状態がかなり不安定にはなっていませんでした。自律神経は乱れていませんでした。ただストレスがとても高く見えるので、心がお疲れです。体は疲れていませんでした。そして心のキャパオーバーです。心に余裕がないので、心の視野がとても狭くなってしまってるんですね。ではお子さんの性格を見ていきますね。いろいろ息子さんの性格も見ていきました。ご自身というものを全く持ってないわけじゃないんですが、とても自信がなくなってしまって、ご自身を表現する方法がわからなくなってきています。ただ素直さも、この状態でご自身の心に余裕がなくなっている状態でも素直さは見えます。ただ優しさとか感謝とかっていうのがとても薄くなってしまってるんですね。どう表現していいか、心がとにかく内にこもってしまっていて、薄状態ではないし、精神状態が不安定までもいってないんですが、自分の殻の中にかなり閉じこもってしまっています。全然自分に自信がないんだと言っていますね。なのでご自身がやっぱりその判断をするとか、とても優柔不断なとこが見えますし、臨機応変に対応するというのはとても難しいと思います。心がとても弱く、その強い部分が全く私には見えないです。お子さんははっきり物を言えないところがあるので、お友達にね、何か言われた時とかに、いや僕はこうだよとか言えない状態で、彼はずっとそれを黙って聞いて、それがストレスになって彼の心を苦しめている状態です。彼はご自身のことを、自分をどう表現していいかわからない状態になってるんですね。で、魂がとにかく抜けすぎているので、頭がうまく働いてない状態なので、これだと勉強するときにね、ちょっと見てみましょうか。記憶力とか勉強するときに集中力とかって、あの受験生とかもよく見るので、この能力とか力とかよく見るんですけど、集中力、お子さんが持ってる力を 100% としたときに、この記憶力今どのぐらい持ってるのか、もともと持ってるお力が 100% なのに、魂が抜けすぎてしまって今 6% しかないんですね。誰かを基準にしてるわけじゃないんですよ。ご自身の持ってる力が 100% あるのに 6% しか使い切れていないんですね。今発揮できないんです。そして物事に集中する、勉強に集中するってなった時に、もともと彼の持ってる、お子さんの持ってる力を 100% とこれもした時に、こちらは 4% です。 4% しか集中できないんです。 IQ を見ました。先ほど数字が出ていましたが、実際にその養護学校だったりとか、養護の教室クラス、そして普通のその学校だったりクラスっていうのがどっちなのかって見た時に、私はお子さんは普通の学校で普通のクラスで、私はいけると思います。
いけると思うんですが、今の状態であれば魂がここまで抜けて、ご本人がもう苦しい苦しいってなってしまってるので、みんなの中に溶け込むのが怖いなと思ってしまってるんですね。自分に自信がなくなってしまって、そして勉強が嫌いだと、苦手だという意識がとても強くなってしまってるんです。 IQ がすごい低いんじゃないんです。ご自身がどん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 ネガティブになっていって、自分はできないと、自信がないと、生まれがね早生まれだったからついていけてないとか、 IQ もギリギリのラインのボーダーラインですというふうにもおっしゃっていたけど、今の実際の能力だったら、その早生まれっていうのはね、本当は今の段階はほぼ本当は気にしなくていいんですよ。でもそれがもうなんだろうな、それが当たり前のように気にしなければいけない子なんだとお母さんも思い込んでしまってるし、お子さんもどんどんそのきっかけで勉強する自信がなくなったりとか、やる気がなくなってしまって、 IQ の問題とか早生まれの問題ではなく、やる気が出る環境がなかったりとか、やる気を失ってしまったから勉強についていけなくなって、そして魂が抜けてネガティブになって、ストレスが溜まって、ご自身が言うべきことも言えないで、どんどん周りと孤立して苦しくなってしまってるんですね。なので子供たちはもちろんいじめるね、お子さんもいけないですよ。でもとにかく今はね、そこのいじめどうのこうのという話というよりは、とにかくお子さんの状態をいい状態にすることがまず先決なんですね。今日の初めにも言いました、すべてをこの YouTube 内で全部解決することは難しいです。いっぱいあるから。じゃあ勉強を好きにさせるためにはどうするのかとか、なんかもう自信をつけるためにはもう自信をつけてくださいとか、例のことをねとか、結局この話の中にはたくさんの要因が隠されているので、だから一個一個やっていきたいと思ってるんですね。ただ私が見えることを今日をお話をして、お祓いが必要なのでお祓いをしていきたいと思います。昨日ね、挙げた霊格の高い人というふうにお話をさせていただきました。霊格の高い人の特徴と、お子さんは霊格が低いわけでもないんです。ずば抜けて高いわけでもないです。何にも問題ないんです。 IQ がすっごい低いわけでもなく、霊格が低いから、魂レベルが低いから、この子はダメなんじゃないかとか、早生まれだからダメなんじゃないかとか、そういうことじゃないんです。それもうつ状態にもなってないんです。彼が自信がつくようにきっかけを作っていきましょう。で、じゃあここからね、でお子さんが今ネガティブになりすぎてしまって、自分は不幸だと、幸せじゃないと思い込んでしまってるんです。本当は幸せじゃないということじゃないんです。でもご自身が幸せじゃないと思えば、心は幸せじゃないと思って、幸せじゃない波動が出て、そうするとまた面白くないことが起きて、この引き寄せの法則はお子さんだろうと大人だろうと皆さんに共通する引き寄せなので、お子さんがとことんネガティブになれば面白くないことが起きるのは当然なんです。お子さんを見させていただいても、何度も言いますように、特別すごく劣ってるところたった今本当はないんですよ。ネガティブがちょっとひどく出てることが一番の問題点です。そしてその状態を自分が自信がなくなって、自分は不幸だと、自分にはできないと、学校は嫌で勉強は嫌だとなってるところが、ここが問題なんですね。で、まずお子さんの状態をすっきりさせるためにやっぱりお祓いが必要なんですが、ちょっとどんどん鑑定していきます。なぜかというと、お子さんがお部屋で身を守るためにおもちゃのピストルを枕元に置いてますと書いてありました。実際でも彼は霊が見える力を持ってるんですね。かわいそうです。
もしお部屋に本当にいるんであれば、お部屋のお払いもした方がいいので、ちょっとお家の鑑定もしましょう。お家のね、あのお写真もいただいているので、ここから鑑定しましょう。いる、いますね。いただいたお写真はお子さんのお部屋のお写真をいただいているんですね。私はお部屋のお写真をいただければ、もちろんその息子さんのお部屋を見て何人いるかとかも分かります。そして家全体にどのぐらいの霊がいるかも全部分かります。なので息子さんのお部屋、そしてこの家自体にどのぐらい霊がいるのか、まずお子さんのお部屋を見ても霊はいます。で、彼はその霊を見てると思います。実際にいます。それもかわいそう。あのね、ベッドが写ってるお写真なんですけど、枕元に男の人が立ってるのがもうすぐ見えます。かわいそう、かわいそう。これが見えてるんだと思います。これは怖いですよね、見えてる人は。私は小さい頃やっぱりこういう経験をずっとしてきたので、そして誰にも言わなくって苦しんできて、特に私は夜が怖くて怖くて仕方なかったんですね。もう毎日寝る時に出てきてたので、だからお子さんの気持ちもすごいわかります。まずお子さんの部屋の数言いましょうってね。でももうね、すぐ枕元に立ってる男性が見えるので、これはかわいそう。もうって、ね、まずお子さんのお部屋の中だけで、病気で亡くなった人が2人で、事故で亡くなった人が2人、計その不浄物霊って言われてるのが4人で、自ら命を絶った方が1人です。全部で5名、この一部屋の中に5人がいるんですね。そして枕元に1人男性がプンと、結構細身の人です。全部容姿も私って分かるんですけど、でも細かく言ったら怖いと思うので全部細かく言いませんが、でもパッと写真とかそこの場所に行ったりとかした時に、一番初めに、なんだろうな、第一にバンと映ってくるのって、ものすごくその人の思いが強い例なんですね。もうパッて写真見た瞬間に枕元に立ってる男性が見えるので、ここが一番この人の思いが強いです。で、家自体にどのぐらいいるのか、家自体にまず霊道はないです。霊の通る道と書いて霊道というんですけど、霊道があると、あの家に霊がいっぱい集まってきてしまうんですね。でも霊道はなかったです。家全体、あのじゃあ息子さんの部屋以外の数を言いましょう。わかりました。苦しい。家自体、あの息子さんの部屋以外のところ、もう廊下だろうと洗面所だろうと全部そこ以外、息子さんの部屋以外は、病気で亡くなった人、事故で亡くなった人が10名、自ら命を絶った人が6名です。だから息子さんの部屋に5人いて、家その他が16人いるので、お家に21人の亡くなった人がいます。そしてもちろん波動が下がって気の下がっているところです。そうするとご自身がここのお家に入っていると気持ちがうつうつしたりとか、ネガティブになりやすい状態です。ここのお祓いもちゃんとした方がいいです。さらに今回このお母様から、ワイワイ様からのご依頼のメールを読ませていただいたじゃないですか。子育ての相談は対面のカウンセリングでもたくさん受けているんですね。だいたいお母様がいらっしゃって、お父様もいらっしゃいますが、だいたいお母様からのご依頼で、うちの子供何か大丈夫ですかとか、何かおかしくないですかとか、学校行けないんですけどとか、大体そういう子育ての相談をお母様からいただくんですが、お子さんが全部ダメだっていう感じがするじゃないですか。でも子育てにおいて、親あってお子さんなので、お子さんのお写真とお部屋の写真だけが送られてきたんですが、お母様に再度連絡をして、お母様のお写真も送ってくださいと言ってあります。お母さんに問題があるかもしれないので、今から彼のお母様、ワイファイ様の状態も見ます。
母様にも霊がついていますね。だから結局全員ついています。ちょっとお母さんどんな感じか見ましょうか。お子さんよりも波動が低いわけでもないですが、お母様の波動も下がっています。ああ、でもお母様がここまで悩んでいらっしゃって相談をしてきていらっしゃるけど、ものすごいネガティブではないです。ネガティブですよ、ネガティブなんだけどすごいではなかったですね。でも感情がポジティブに動きづらくなってます。そして心も病んでないですね。ああでも良かったですね。あのこういう相談をされるお母様って大体お母様もちょっと精神状態が不安定になったりとか鬱っぽくなる方が多くいらっしゃるんですが、お母さんはこのお母様はそうでもないですね。心はちょっと疲れてますが、ストレスももちろんあります。でもすごいその数字も異常な量ではないですね。体もすごい疲れてるわけでもなく、お母様のちょっと性格もちょっと見てみましょうか。あ、お母様に霊がついてるのでお母様の霊の数を言いますね。お母様の憑依体質はそんなに強くないんですよ。ですごいとことんネガティブな方ではないので、ただなんか今もうもやもやしてどうしようどうしようって何かそういう感情の方が強くなってきてるんですが、亡くなってる人を全部で3人です。もう種類とかはもういいとしましょう。3人のお祓いをお母様もしましょう。なぜかというと、そばにいるお母様の運気も下がって、お母様も霊がついていて、お子さんは霊感が高いんですよ。でも霊が3人ですごい悲観的でもなく、ただポジティブに感情が動いていなくて、魂は 2% しかないので、お母様にも余裕が全然なくなってしまっているので、お母様の状態もちょっとヒーリングして戻していきましょう。お母様の性格を見ていきましょう。よかったです。よかったね、ワイワイ様ね。とても素敵な方でした。よく本当にね、ご相談してくださるお母様が本当に病んでて、お母様自体が大変だなっていうご相談いっぱい受けるんですが、もちろんこのね、ワイワイ様も今ね、もういろいろずっとね、しんどいな、大変だなと思ったかもしれないんだけど、とてもいい霊覚もしてらっしゃるし、この方は霊覚が高いお母様です。霊覚の高い人の特徴っていうのでも書いたんですが、高い方はご苦労がとても強くなってきてしまうので大丈夫。お母様が結構本来は強い方なので乗り越えられますよ。頑張りましょう。これでお母様がめちゃめちゃネガティブで心がとっても弱くって、もうお母さん自身が本当に鬱っぽくなってたら、もう問題がさらに大きくなっちゃうんだけど、このお母さんはいいです。とても優しいところも見えるし、素直だし、なんかね、本当に心が澄んでいらっしゃる。とても気分がいいです。悩んでる状態とか霊がついてるとか魂が抜けてるとかストレスがあるとか、なんかなんとなくネガティブになってるとかっていうものとつながると、私はちょっとしんどくなりますけど、霊覚の高い方なのでとても心の奥底がとってもあったかい方です。もうそれはね、YouTube の動画でも上げたように、あったかいものは十分伝わってます。そしてお母様の課題でもありますよね、頑張りましょう。そして当然ですが、お子さんの課題だね、生を受けて、お子さん全然ダメじゃないですから、本当大丈夫ですよ。お子さんとお母さん一緒に乗り越えていきましょうよ。皆さんで乗り越えていきましょう。お子さん本当に IQ なんかさ、グレーゾーンだとか早生まれだとかなんかそんなことをおっしゃってるけど、大丈夫ですよ。でも愛に私がね、大丈夫大丈夫って言えないよね。もう本当に向き合ってるお母さんも大変だと思います。私が今できる限りのことをします。まずお子さんのお祓いをして、家のお祓いをして、お母様のお祓いをして、3つのお祓いをしていきましょう。そしてヒーリングも必要です。お子さんがとにかく自信がなくなってしまって、苦しい状態になってますから、生きる気力がなくなってしまってる。でも後でお祓いした後にお子さんが本当に今後ねどうなのか、その後詳しい情報を霊視鑑定していきましょう。まずは
もうお話しするこの状態だとね、ネガティブだから本当に何もうまくいかなくなってしまうから、いくらいいものを持っていたとしてもね、もったいない、全然ダメじゃない、よかったですよ。お子さんのお祓いからいきましょう。お子さんのお祓いはすべて終わりました。この後、結界というものを貼らせていただいて、お子さんにね、できるだけ霊がこの後入られないように、ただ絶対ではないんですね。なので式神を持つ方も多くいらっしゃいますし、浄化のスプレーもね、お買い上げになる方も多くいらっしゃいます。式神とスプレーが必要な場合はご依頼ください。とにかく今つかないように結界を貼りますから。だからご覧になっている方でも、ああ何かそっか、そういう式神っていうのがあるんだなとか、浄化スプレーがあるんだなっていう方はお買い求めください。お守りください。機械をキシキシのサマサマサマクシャンセダンダラダカマオキリキリバサマダダダオキリキリバサマダダダオキリキリバサマダダダキシ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 。血管は張りました。では続きましてお母様行きましょうか。ワイワイ様ね。でお祓いのシーンは全員見せてると皆さんもなんかうわーって苦しくなったりとかね、するかと思いますので、一応お祓いのシーンはお子さんだけです。ただこの後一回切ってお母さん、そしてお家のお祓いをして全部血管を張って、なのでお母様もね、心配なさらないでください。自分のね結界を張ったのかなとか、でもご心配であれば式神とかお持ちになるといいですよ。そしてお家の方も結界を張りますから。それでは一旦止めますね。すべてのお祓い結界張り終わりました。で今からこれはそれぞれの霊がついているというのをお祓いしただけです。中には以前もお伝えしたことがあるんですが、お祓いをしたら全てうまくいくんですかっていうふうに言われたりもするんですが、通常いないものが払われただけで急にポジティブになったりとか急に元気になったりとか、そこは違うんですね。それはいてはいけないものを払っただけです。さらに彼の息子さんのね思いをまず聞いてみましょう。実際学校がつまらないという言葉を言ってました。学校が実際つまらないと思ってるのか、 82% 学校はつまらないと言っています。で、今後この養護学校、普通の学校を選べるグレーゾーンなんですっていう話もあったんですが、私は息子さんにとって普通学校の方がいいと思います。ただ私の言葉は参考にしてください。タンさん言ったから絶対そうだと思ってそうしましたとかじゃなくて、私の言葉を参考にしてご家族で話し合いをしてお決めください。
私は普通学校でも行けると思います。ただ後で注意事項ですとかどうすればいいのかもお伝えします。で、日本が嫌いだというふうにも言ってましたね。でアメリカの流れ弾にね撃たれて死んでもいいとか、でもちゃんと僕は生きていけるのかなとか、なんかそういうことも心配してますってっていうことも言っていたので、一個一個ちょっと見てみましょうか。まあ実際日本は嫌いだと言っています。でもこれってネガティブな感情が強すぎるので、現実逃避でここじゃなくて違うところにいればいい環境なんじゃないかと思ってるだけです。どこに行ってようとネガティブであればうまくいくはずがないんですね。でも現実息子さんは日本が嫌だと、アメリカに行った方が、なんか自分の中でいい人生なんじゃないかと本当に思っています。それは口先で言ってるわけでもなく、で自衛隊に入って戦車の整備の仕事をしたい、まあ全く思ってないわけじゃないですけど2割ぐらいはちょっと思っています。でもどうしていいかわからないから、なんかそれの方がいいのかなって思ってるだけです。で未来流れ弾に当たって亡くなることはないです。全然そんな風にも見えないので、ただ彼の人生がこのままねネガティブな状態だったら、やっぱり最後を迎えた時にいい人生だった、幸せだったと、やっぱりそれは言いづらくなりますよね。でもここでポイントは、お子さんはこれからね普通学校なのか養護学校なのかっていうのは親がしっかり息子さんと向き合って、どっちが不幸だとかっていうことはないですから、とにかく今のお子さんのメンタルを改善させることがすごい大切なんですね。でメールの中で息子がねポジティブになるように、どうにか力を貸してくださいと書いてありました。私は霊能者です。お子さんの親ではないんですよ。何かお祓いをして何か急にバーってやったら急にポジティブになるのか、もちろん潜在意識を触ったりとかヒーリングをしたりとかするとすっきりしたりとか何か気持ちが楽になったりとかしますよ。でも何かこのメールのね採用されたら急に息子さんがポジティブになるとかって思っているんであれば、親の役目とかご自身がネガティブなものを克服してポジティブになるということが分からなくなってしまうから学びがないんですよ。お母様はいいものをお持ちです。霊格も高いし、ただそばにいるお母様が息子さんにポジティブになってもらいたい、楽観的にそんな学校が嫌だとか勉強嫌だとか日本が嫌だとか言ってもらいたくないと、ね、たさんどうにか力貸してくださいと言っています。お母様はポジティブですか？私に息子がポジティブになるように前向きになるようにどうにか力を貸してくださいと言っていますが、一番そばにいらっしゃる方がいつもポジティブで、お母様はすっごいネガティブではないけど、でもネガティブです、ポジティブではないです。このメールの内容では私がどうにかするというよりは、私はできることはしてきました、息子をどうにかたくさん力を貸してください、どうにかしてくださいという内容でした。まずそう思っている以上息子さんは変わりません。一番そばにいるお母様が必死になって、まず私ですよねって 64% お母様の影響を受けています。お子さんは霊感が高いです。ということはお母様がとにかく楽観的に、とにかくポジティブで、いつも笑顔で向き合うことによって息子さんはその影響を受けるんですよ。一番初めのメールの内容覚えていますか？一番初めの内容後で言おうと思っていたんですが、私の YouTube の動画の私がこの世から去る日っていう動画を拝見して今回メールを送ることを決意しましたということが書いてありました。そしてお子さんがね卒業式を迎えるにあたっておめでとうと言いたいけど言えそうになくて不安ですと書いてありました。本当は初めに言おうと思っていたことです。なぜおめでとうと卒業を迎えるのに言えないお母様がいらっしゃるんでしょう。なぜお母様がおめでとうって言えない自分がいるんじゃないか、その不安がありますとおっしゃるんでしょうか。どんな状況だろうとお子さんは頑張って小学校6年間を過ごしてきたんです。
この6年間小学生活を送ったんです。なぜおめでとうと言えなくなるという不安があるのか、おめでとうしかないんですよ。それを心から言えない状況になるんじゃないかと思ってるお母様がそばにいらっしゃるんですよ。でお子様感じる力があって、お子様もすごいネガティブになってるんですよ。それなのにお母様も子供におめでとうって言えないかもしれませんって、なんて酷なんでしょう。厳しく聞こえるかもしれないけど、お子様によく頑張ったよと、どんな流れであろうと私だったらハグをしながら、よく頑張ったよって、偉かったよって、いろんなことあったけどこれからも頑張っていこうねと、おめでとうと満面の笑みでお話をします。そして卒業式だけじゃないですよ。今も明日も明後日もお母様のその笑顔にお子さんは救われるんですよ。それなのに、もちろん YouTube で相談しちゃいけないわけじゃないです。もともと本当にいいものをお母様お持ちです。一生懸命過ごしてきてお子さんと向き合ってるのもよくわかります。伝わってきてます。でも結果答えは本当はネガティブです。お子さんを本当にポジティブにしたいんであれば、お祓いとか私は精一杯ヒーリングもします。でも私のするべきことは何ですかっていうのが答えですよ。私がもっとポジティブじゃなければいけないですよね、タッさんって。そうですよねと、そういうメール内容だったら、さすがですねお母様って、答えはそこにありますと私はお話をします。そしてお母様とも向き合って、お子様とも向き合って、共に上がれるようにします。でもお母様の思考は、うちの息子 IQ もグレーゾーンなんです、早生まれなんです、ついていくのが大変でしたと。一番お子さんをダメだと思ってるのは実はお母様です。引き寄せの法則って本当にあります。グレーゾーンを、うちの子ダメだなと、早生まれでダメだなと、一見お母様の言葉は前向きに聞こえます。そして私にその情報をね、伝えるために IQ を教えたりとか、グレーゾーンだとかいろいろ教えてるとは思うんだけど、ネガティブです。お子さんも信じてないです。お子様のそれが個性だとまず受け入れることです。お子様の早生まれだということも、生まれることができた最高な息子さんです。そして人のペースというものがあるんです。早生まれが最悪みたいになってます。そして IQ は通常のゾーンにあります。いろいろ相談したらグレーゾーンですよ、どちらでもいいですと言われたかもしれない。でもグレーゾーンをもうブラックゾーンと言ってるようなもんです。だからうちの息子助けてくださいみたいな、この話は私はもちろん霊が憑依されててね、お家にも霊がいました。ピステルを枕元に置いているお子さん、かわいそうでした。そして今自信がなくなって、自分自身のネガティブになって自信がなくなったことで、お子さんがお友達もいじめられてって、わかりますよお母様が苦しむのは。でもお母様がとことんとにかくポジティブになることです。お子さん全然ダメじゃないです。いきなり人は変わりません。それもお母様のご依頼で、お子様を遠隔で変えてくださいと、そういう依頼なんです。私はできることを精一杯します。でもちゃんとお子さんもお母様もパワーを上げること、ポジティブであることをもっともっと学ぶべきです。私に直接会うべきです。今回は YouTube の相談をね受けて、 YouTube での相談を受けて鑑定をもちろんしますと私の方で採用いたしました。でもこの内容で、じゃあこの後本当に未来急に開けるか、そんなに人生って甘くないんです。今日できることは精一杯させていただきました。そしてお母様は何かを絶対この動画で感じるはずです。おそらく私がいろいろ施してくれて、いろいろ大丈夫ですよって
もう大丈夫ですよとこの YouTube 内で言ってくれると思ったはずです。楽しみにしていたはずです。もちろん何もお祓いしてなかった時よりは安心したでしょう。でも、私がまず変わることですかと、まだ息子は完全じゃないんですかと、正直私には言わないでしょう。でもショックなはずです。当然です。全部この動画で変えてくださいと、スピリチュアルカウンセリングでも皆さんが1回目来て全部変わらないんです。皆さんが定期的に通ってパワーチャージもそうです。なぜ定期的にお話を聞いたりとか施してもらったりとかパワーを上げる方法を聞くのか学んでいくのか、修行僧が1日たった1日の滝修行で本当に悟りますか？本当に物事が全て分かりますか？1週間の断食をして滝修行をやって朝早くから起きて夜中までいろんなことをやって、じゃあ睡眠を取らないでとか山にこもってとか1週間やったとしましょう。本当に悟ってますか？なぜあの方々もずっとずっとずっと修行するのか、悟るのも学ぶのも簡単じゃないと分かっているからです。お教えしている方々も簡単に学べないと分かっているからこそ、教えながらも自ら自分たちも過酷な修行をするんです。自らです。それが私も YouTube で相談を受けますと言っています。スピリチュアルカウンセリングでも相談を受けますとやっています。でも簡単に受けてもらったら、タツさんが答えたらすぐ答えが出て全てが変わると思うことがダメなんです。ワイワイ様はとても素晴らしい人間力をお持ちなの、私には分かってるから、お母様の気持ちも私のこの動画を見てご覧になってどんな思いかも分かります。でも一度肝に銘していただきたいです。一番初めにも言いました。お子さんが病んで自殺未遂をしました。 YouTube でどうにか息子をどうにか子供を救ってくださいと、私に会わないでただ動画で救ってくださいと言って、本当にそれで解決しますかと一番初めにも言いました。レベルは違うかもしれません。でも私からしてみたら同じです。今回のこの動画はきっかけにしてください。そしてこれから前進する力にしてください。どうやって物事を考えるべきなのか、どういうことなのか、人を変えようとかお子さんを変えようと、もちろんしつけとか教育とか親としてと、いろいろ私に聞きたいこともあるでしょう。でも基本的にまず理解しなければいけないのは、人を変えたい、息子を変えたいと思っている以上難しいんです。すごく自分なら頑張れます、でも息子のことだからどうしていいかわからないんですと、そうなりますよね。お母様がとことんポジティブになる訓練をするんです。とことん感謝あふれる人になるんです。とことんポジティブになることをまず私の動画でヒーリングのシーンもいっぱいご覧になることです。そしてパワーチャージのイベントもとにかく参加できるものは参加をして、できるだけのことをしてください。私と会えない時間もとことん感謝をしてください。私の開運方法とかエネルギーを上げる方法とか魂を入れる方法とか言ってるものとことんご覧になって、ご自身の波動をとことんアップできるように、感情がポジティブになるように訓練してください。そしてお子さんにいつかお会いさせてください。でもうちの息子は会わないですと言ったら、お母様に私はお会いしたいです、本気で息子さんを前進させたいとか前向きにさせたいとか、脳の状態ですよ、思考の状態ですよ、前向きにしてもらえませんかって、どうか力を貸してくださいって、前向きに簡単にならないんですよ。だからみんな毎回毎回いろいろ私のところにいらっしゃって挑戦してるんです。きっかけにしてください。お子さんは命をもう欲しくないとか思ってないですから、ただ今自信がなくなってどうしていいかわからないんです。その自己肯定感を上げるのも
もっともっとお子さんを褒めてあげてください。初めからうちの子供は早生まれで IQ がこうで、なんか卒業式にもおめでとうって私言えないかもしれませんって、お母さんにも問題が多くあります。気づいてください。そして最後、お母さんと息子さんのヒーリングをしましょうね。ヒーリングを一部ご覧いただきます。様のヒーリングも行いました。今できることは私の方は精一杯させていただきました。お母様が一生懸命子育てをされて、お子さんのそのね辛い思いを聞いてどうしようってなってる思いは本当にとてもよくわかります。そしてお母様が素敵なお母様なのもよくわかります。でもよく考えたらね、この中で息子が最後を迎えるにあたって幸せな人生だったとなってもらいたいですと書いてありましたね、メールの中に。もちろんどの親御さんも皆さん思ってますよ。そして今の状態を苦しむ気持ちもよくわかります。でもこうやって小学校が終わって中学に行って高校に行って大学に行くなら行って、そうやってお子さんと向き合ったり、一緒に共に学びながら進みながらポジティブになったり、お子さんが最後の人生よかったよお母さんってなるように一緒に学んでいくのが答えなんじゃないでしょうか。なんかね、こういうメール鑑定でね、霊能者の私という人に出会って鑑定しますって言ってるから、なんか人生の最後までも幸せだったよお母さんって、俺の人生は幸せだったとなるようにたった今この YouTube の鑑定で全部そのきっかけを作ってくださいみたいな、いろんなことが皆さん人生の中にあるのに、何かいきなり私みたいな人に YouTube で出会ったもんだから、なんかいきなり今回のことで息子がとにかくそういう人生になるようにたくさん力を貸してください、で全部大丈夫ですよ大丈夫ですよと全部言ってください、なんかそんなことは言ってませんってお母様は言うはずです。そういうお人柄だから分かります。でもそうはおっしゃってもメールの内容はそういうことです。全部大丈夫ですよときっかけをいただけたらすごく安心するなと、安心したら私は息子が卒業するときにおめでとうと言えます。違うんですよ、全部お母様の子育てのお子さんを産んでお子さんと向き合うことも学びです。こういうことがあったこともただ霊がついてとか霊が見えるんだということはお母様は何もできないでしょう。私はできます。だから私はお家のお祓いもお子さんもお母様のお祓いもさせていただきました。そしてヒーリングもしました。何を思ってるかもお伝えしました。
あとはとにかくお母様が前向きになって子育て、お子さんと向き合う時間をこれから作って育んでいきながら、最後お母様の人生も息子さんの人生もいい人生だったよねとなる過程をこれから作っていくんですよ。何か焦って今そうじゃないといけないんじゃないかと何か急に焦ってしまってるの。私みたいな人に会って今回採用されたら一回きりのこの採用をものにしたいと思ってらっしゃるから、そんな人生を簡単に考えないでください。学んでください。もっともっと今回こういうことも学んできっかけを作って前進しましょう。お子さん全然劣ってないですから。ただネガティブになっての自信がなくなって、お母様自体もネガティブになってるから、だからそこをこれから一緒に向き合っていきましょう。今日の鑑定は以上です。全部変えてもらいたいとか全部幸せにしてもらいたいとか思う気持ちもよくわかります。何の学びもありません。それはただかなりのきっかけになってるはずです。これからしっかり向き合って、またいつかカウンセリングでもパーチャージでもお会いしましょう。皆さんも子育てで悩んでるお母様、お父様、親御さんたくさんいらっしゃるはずです。答えはまずご自身にあるということもしっかり忘れないでください。今日のお話を人ごとのように聞かないでください。すべて答えはご自身にあります。ご自身が愛にあふれてあったかくってポジティブで感謝があふれて、そして心も強く、そういうのを学んでいきながら今目の前のことをクリアしていくということをしていくんです。人を変えてもらいたい、変えたい、なかなか難しいですよ。私はきっかけを作ります。それを皆さんもしっかり、じゃないとパワーチャージのイベントなんか毎月毎月しませんよ。どうか一緒に人生を学んでいきましょう。パワーアップすることを学んでいきましょう。今日は以上になります。皆さん頑張って自分と向き合いながら、お子さんとも向き合いながら前進していきましょう。成長していきましょう。また明日お会いしましょう。それではさよなら。